コラボの予告匂わせ、みんなの期待に応えられないと地獄説というのを見たと思います。皆さん匂わせは好きでしょうか。まあ、最近だとね、コラボではないんですが、ヒカキンさんが YouTube のアイコンを数字にしたりバラの花にしたりして、それを見た人がヒカキン結婚の匂わせかと話題になって、まあ、実際にねヒカキンさん本当に結婚だったということで、年明けの結婚報告動画がすごいね盛り上がったんですが、まあ、そういった感じで匂わせがね、みんなの期待通りならすごい盛り上がるけど、みんなが期待しているものと違ったら地獄になってしまうんじゃないかということで、まあ、過去にはそういったね事件もあったようで、まずこちらですね、モンストですね、モンスターストライクなんですが、まあ、有名なゲームですね。そんなモンストが過去にコラボの匂わせをして事件が起こったそうで、まあ、どうやら2020年7周年を迎えたモンストが公式チャンネルでモンストニュースということで、まあ、ゲームのお知らせだったりを動画で発表したんですが、その最後にモンストラーメン作りますということで、ラーメンを作ることを発表したそうで、まあ、モンストユーザーにとってはこれはコラボの伏線じゃないかと騒がれ始めたそうですね。でさらにその後の動画でも最後にラーメンを作るコントみたいなのが挟まれて、でラーメンのトッピングでナルトが登場し、そのナルトが飛んでいって男性の額に当たるというシーンもあって、ジャンプのナルトとコラボするんじゃないかと、ナルトコラボが期待されたみたいですね。もうそうなったらどんなこじつけでもね、そう見えてくるということで、まあ、ラーメンといえばナルトの好物で、トッピングのナルトが男性の額に当たったのはナルトに登場する額当てを表してるんじゃないかだったり、ナルトは7代目ホカゲ、モンストも7周年で7がかかっているだったり、このラーメンの詳細は11月11日麺の日ということで、この11月11日はナルトの師匠ジライアの誕生日だったりといった、いろんなこじつけでナルトコラボの期待が大きくなったそうなんですが、実際はこちらですね、7つの大罪とのコラボだったということで、まあ、どうやらコラボを記念して7つの大罪に登場するキャラクター十戒たちを10種類の具材に見立てたオリジナルラーメンを開発したということでラーメンを作っていたそうで、ナルトが額に当たったのはゼルドリスというキャラクターの額にナルトの模様のようなあざがあるというのを匂わせていたみたいですね。まあ、そう言われたらね、確かにちゃんと匂わせてるなといった感じなんですが、まあ、当時のツイッターを見た感じ、もうナルトコラボ確定ですねだったり、ナルトだと思わねえ方が不思議だわ、これでナルトじゃなかったらやる気なくすかもしれんといった声もあって、まあ、実際にナルトじゃなかったんでモンストでは事件になったみたいですね。まあ、勝手にね期待しすぎて外す方が悪いという意見もあるんですが、まあ、やっぱり期待していたものを外した人はがっかりするのかもしれませんね。さらに他にも匂わせておいてみんなの予想を外したものがあるそうで、こちらですね、吉野家ですね。去年の11月頃に吉野家かけるはてなはてなはてなということで画像を投稿したんですが、なんか昔っぽいね家が並んでいるという画像で、コラボ相手を予想してみてくださいみたいな投稿なんですが、もうこれに対しリプランでは銀玉だだったり、銀玉これで銀玉じゃなかったら笑うという意見もあって、さらにコラボメニューとして銀玉に登場するマヨネーズの丼ひじかたスペシャル、これがコラボメニューですよねと予想する人もいるんですが、実際のコラボ相手はこちらですね、ルローニケンシンということで、もうこんなにね街の風景似てたんですね、この2つの作品。もうこれには銀玉って予想した腐女子たちがね、おいーって言ってそうやなって思ったんですが、しっかりとねおいーだったり、ウロケンかよとね言っていましたね。まあ、この吉野家のね匂わせは匂わせから発表まで1日だったんで、銀玉と予想した腐女子たちもおいーの反応までね楽しんでましたね。まあ、といった感じで匂わせをしてみんなの予想が正解とは違う方に行ってしまったらがっかりされる可能性もあるというねリスクも匂わせにはあるんですが、そんな中また新たに匂わせに挑戦する企業があるということで、それはこちらですね、スシローですね。スシローが突如 X で1月15日午前8時にこちらを投稿したんですね。炎右ハテナですね。もうこの時点では新しい炙りネタの告知じゃないかという意見もあるんですが、その後こちらですね、1月15日午後8時炎右水右ハテナと投稿し、さらに次の日1月16日の午前8時今度は炎水台風ですね。さらに1月16日午後8時炎水台風、雷ですね。で、さらに1月17日、午前8時、炎、水、台風、雷、草ですね。で、午後8時にこちら、炎、水、台風、雷、草、雪、ということで、この匂わせで現在予想されているのが、ポケモンか、原神、みたいですね。まあ、ポケモンはね、確かに、炎タイプだったり、水タイプだったり、台風もね、飛行タイプと思えば、いけますし、まあ、原神もね、僕やってるんですが、ロード画面の元素の順番と一緒なんですね。炎元素から水、風、雷、草、氷で、
順番まで一緒なんで原神っぽくもありますね。まあ、今までの投稿時間を見た感じ、明日のね午前8時にもおそらく投稿されると思うんで、まあ、それで岩元素の岩の絵文字が来たら、もうロード画面がロード完了で原神コラボ発表かなみたいな予想はね立ててるんですが、まあ、順番もね一緒なんでほぼほぼ原神かなと思っていて、まあ、原神ならね僕も楽しみなんで結構ワクワクしてるんですが、もしこれで違ったらね、もうそれこそおいーってつぶやかずにはいられない不女子になっちゃうと思うんで、もう今まさに自分でもね匂わせのドキドキを味わえているんですね。もう果たしてスシローはねこの僕の期待に応えられるのかどうか刮目してね見守りたいと思いますね。まあ、といった感じでコラボだったりの予告の匂わせ、期待に応えられないと地獄説ということなんですが、まあ、今まさにねドキドキを味わってる身としては、確かに自分のね好きな作品のコラボと期待して外れたら、まあ、確かにがっくしはきますね。まあ、でも予想通りだった場合はね匂わせから発表まで全部楽しめるということで、もうぜひ皆さんもね匂わせるときはしっかりわかるように匂わせましょう。もし予想が外れたときは不女子になりましょう。以上です。